第40節、12位藤枝と15位水戸のゲームです。さあ森さん、 J2 も残り3節と45分が始まります。さあ今笛が鳴りまして北村に落としました。藤枝のキックオフでゲームが始まります。選手の中の思いの一つあるというところです。さあ武田ゴールを狙ってきた。北村海地リーミング手で防ぎます。前向くとパンチありますよね、はい、北村選手も素晴らしい反応でしたね、お互いいいプレーでしたね。もうほぼ向かいて、さあ中川が送り込んでアンデルソンが競ります。セカンドボール、西矢が先に触って中川アウトサイドでパス、前を向く、やめろ、人からしたら、はい、ここでまさかターンされちゃうっていうところもあります、はい、ここら辺は本当難しいですね。さあ誰を狙ってくるか、中央、はい、押し込んでいく。ここは北村海地でなんとかかき出しました。ここに守りに入る時間帯が早すぎたということでボールを前にから奪いに行っているこの水戸です。そしてボールの支配率が出ていますが、藤枝が 46%、 水戸が 54%。さあ中川、ここからシュートー、決めた。中川和樹、藤枝先制。2試合ぶりの得点、中川。森さん、このシュートです。思い切って振りましたね、はい、ちょっと山口選手もちょっと準備でまさかと思ったんでしょうね、でもそれでもやっぱこのシュートはやっぱ打てないですよ、なかなか、はい、素晴らしいシュートだと思います。いや非常に力の抜けているいいシュートでしたね、はい、前田スペースを使った小原、村田のヘディング、ちょうど武田選手の背中側から入って前だ、武田待っている村田、その村田を使う、村田クロス、徳野折り返して寺沼、武田だ、武田が入り込んできました。やっぱここのやっぱ1個を振られた時の藤枝は跳ね返して攻撃につなげたいのは水戸。そして今タイムアップの笛が鳴りました。ボーブの藤枝、1点を守りきって1対0。